いつも動画を見てくれてありがとうございます。サリマックスです。本日はですね、ケラスクエスト購入時に購入した方がいいアクセサリー3選プラス1をご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは VR ゲームレビューや VR のニュースなど VR に関することを中心に発信していくチャンネルとなっております。チャンネル登録とあとは過去動画の方も見ていただけるとありがたいです。まずはオキュラスクエストのヘッドセット用のシリコンフェイスマスクでございます。はい、こちらですね。こちらが何かというと、キラスクエストのヘッドセットってこの顔に当たる部分がスポンジになってるんですね。これ自体はすごい肌触りも良くていいんですけど、スポンジなので汗とか皮脂を結構吸ってしまうんですね、素材的に。オキラスに限らず、あの VR のゲームは汗をかいたりするゲームが結構多かったりするんですよね。でそんな時にこのシリコンバンドをつけてあげると、もうつけ方はね非常に簡単です。かぶせるだけ、この服を着せるようにかぶせてあげるだけですね。はい、こんな感じになるんですけれども、スポンジ部分がシリコンのフェイスマスクで覆われた形になります。これでね、汗や皮脂を完全にシャットアウトすることができます。顔が直接ヘッドセットのスポンジ部分に触れることがないので、ヘッドセット自体は綺麗な状態を保つことができます。これの何がいいかっていうと、例えば家族とかお友達とかにこのオキュラスクエストを体験させてあげるときに、自分の汗とかがついたヘッドセットをこう渡してプレイしてもらうっていうのはちょっと忍びない部分がありますので、そういう意味でお友達用とか家族用に複数個買っておいて、その都度このシリコンマスクの方をつけてプレイするっていうのがおすすめです。私も結構 VR でフィットネスゲームをプレイするんですけども、このシリコンマスクは必須ですね。でもちろんシリコン素材になっているので、水洗いして乾かして繰り返し使うことができます。私はこちらを1000円ぐらいで購入しました。下の方に Amazon のリンクも貼っておきますけれども、それからずっと愛用しているっていう形ですね。非常に便利です。はい、続いてはこちらの充電式の単三電池になります。こちら何がいいかっていうと、オキラスクエストのコントローラーは単三電池を入れて使う仕様になってるんですけれども、こちらの電池オキラス1に比べたらだいぶ長持ちするようになったんですけど、まあ、それでもその単三電池のストックしなきゃいけなかったりだとか、分別とかがめんどくさかったりするので、充電式の単三電池ですね、これがあると非常に便利です。私が購入したのは IKEA で購入したもので、単三電池4本とこの充電器で1000円ぐらいで購入できたものなんですけど、 USB でこう充電できるので、常にこう2本は充電しておいて、コントローラーの電池が切れたら充電したものと交換するというスタイルをとっています。このおかげで電池のゴミも出ないし、買い置きを心配することもないし、非常にスムーズかなと思いますね。で続いて長めの USB Type-C ケーブルですね。私はこちらの3メートルの USB の A2C ケーブルを購入しています。こちらは何に使うかというと、一番最初からこの用途で使う人は少ないかもしれないんですけど、オキュラスクエストはオキュラスリンクというハイスペック PC とつなげて、オキュラスリフト S 向けの PCVR ゲームをプレイすることもできます。その時に必要になってくるのがこちらの長めのケーブル。オキュラスクエスト本体にこちらの USB ケーブルを挿して、その先に高性能な PC をつなげると PC 向けの VR ゲームをプレイできるようになるっていう代物なんですけれども、プレイ中はこのコードを抜けないので、自分が移動できる長めのケーブルが必要になってきます。でそのために私はこちらの3メートルケーブルを買ってるってことになるんですけれども、オキュラスリンクでその PCVR はプレイしないよっていう人はいらないんじゃないかと思うんですけれども、オキュラスで撮影した動画データとスクリーンショットをパソコンの方に転送することがあるんですね。オキュラスにはすでに USB-C ケーブルが付いてるんですけど、それで PC にデータを転送しようと思った時にはちょっと短いケーブルだとやりづらい、あとは充電しながらプレイしたい時とかはこちらの長めの USB-C ケーブルは1本持っとくと結構便利かなと思います。あと最後のプラス1という部分なんですけれども、こちらはメガネをかけている方向けのご紹介になるんですけれども、こちらですね、こちらはゴーグル用の度付きレンズになります。別の動画の中でこちらの詳細については詳しくご紹介しているんですけれども、オキュラスクエストってメガネをつけたままでもプレイすることはできるんですけれども、圧迫感が気になったりだとかする人って多いと思うんですよね。その方向けにメガネを取ってメガネレスでオキュラスクエストを楽しむために、こちらのゴーグル用の度付きレンズをお勧めしています。これで2000円ぐらいになるんですけど、2000円ぐらいでメガネをなしで VR を楽しむことができるので、ぜひこちらの詳細の方もねリンク貼っておきますので、こちらの動画の方もチェックしていただけるとありがたいです。本日はオキュラスクエスト2購入時に一緒に購入した方がいいアクセサリー3選プラス1をご紹介させていただきました。このチャンネルでは VR のゲームレビューだったり VR のニュースなんかを中心に紹介していくチャンネルとなっております。よろしかったらチャンネル登録高評価していただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。